ショートゴロ。初球高いバウンドライト前に投げた。これでランナーは三塁まで行く。強くっていうところだったんですよね。いやもうアウトっていうぐらいのタイミングですよね。際どいタイミングまで行きましたよ。これが谷川原のこの。